震災以来、継続的に子どもたちの、被爆の値の測定を継続的にやっていますか？継続的にはやってないです。千秒バチぐらいなので悲惨で、それを希望してたし、コールボディカウンターだから自発的に親が子どものことを思って、その施設のあるところに予約をして3ヶ月ぐらい待って、だから行政は今で何もできないです。あと県民調査っていう用紙が渡ったので、健康調査で全員渡ったんですけれども、もう記入しようがない。で今その回収率は 20% ぐらいしかないということで、今呼びかけはしてるんですけど、もういいと、書きたくないと。そんなに書いたから何か良くなるわけでもないし、書き方としてはその 3.11 の1日に以降、1日何をしてましたか？7月11日まで3月12日は何時から何時まで何してと、3月12日はそれをずっと思い出して書き上げて6ヶ月分書かなきゃいけない。7月それが秋だよね、来たの。そうそう、秋。3月11日に震災があって、その健康調査というのが実際に始まって、郵送船始まったのが9月末ぐらいなんです。でそういうものをやるっていうのはもっと早く言ってくれればすぐに始まらないにしても、記録を残しておくとか私たちもできたんだけど、もうどんどん記憶が薄れていってるし、思い出しようがない。やったところで全部正確じゃないし、でもその時の外部被爆を知るためにはそれしかないんですって言われてるけど、もう無理ですっていう感じで実際役に立っていない。何でも赤を一作業で役に立ってないね。政府が言うのは最初 5mm まで大丈夫、それはないだと。いきなりね、震災もすぐに放射能に体験ができるわけでもない。5ミリっていうのはありえないってことじゃ、1ミリ変換被爆量1ミリっていう数字には、それも戻るまでに半年くらいかかりました。年はかかりましたね。で今は限界で、向けに飛行機山の医師会の方、健康アドバイザーの方は完全に大丈夫というのと、あと中にはお医者様でホルミシス効果があって、放射能は体にいい、笑ってる人には放射能はいい、だから要するに放射能は心の問題であるというわけです。体に正しい影響があるんですよ。放射能って思う気持ちが体を悪い、ストレスがこういうふうにおっしゃって、将来的に福島はハッピーアダーになる、ホルミシス効果で長寿国になってみんなが住みたい国になるから、これの停戦被爆は気にすることはないという抗議がありました。諏訪さんたちは私たち知識がないので知りたいので、いろんな講演とかを聞きに行くんですけど、行政が出る講演は大丈夫っていう講演ばっかりです。学校さんでも二分されてて、こっちは安全でね、気をつけていかなくちゃいけないっていうのと、大丈夫、お母さんたちはこっち行けば大丈夫なんだけど、こっち行くと危ないって言うんです。どっちが本当なのって思うと、やっぱり楽な方を選ぶと、人間長く生きていかなきゃいけないので、大丈夫だっていうんだからね。行政がやってるんだし、学校で主催してもそうだしってなると、国も県も市も全部が大丈夫って言ってるんだから、大丈夫と思った方が気が楽だし、生活しなきゃいけない、ここで生活するしかないと思えば、そう思って生きてた方が本当によく運だがない。子供の方はこういう希望を持つ方はいますし、学校の中では先生は生徒に、この放射線に関する話題を話をします。子供に対してですか？はい、学校の中の書いてあるように、年間3時間放射線についての授業をしなさいということで、福島に限らず全国小中学生が書いてあるのが決まったんです。
原発には触れないというような形で、放射線というのはこんな風に有効利用されてるんですよというようなガイドブックになります。国が作ったガイドブック、震災の原発事故のことさえ触れてないですね。原発事故があったことさえ触れてまして、まあ、最初にやるものの放射線はこういうもので有効活用されています。皆さん身近にあります。自然の中からも出てきますというようなとこから入ってで、万が一放射線中を浴びるようなことがあったら遠くへ逃げましょう。室内に回避しましょう。で、その人が外が回避されたわけで、その大元は何なんだっていうようなことは知ってない。そこには触れないっていうこと で、実際にその授業を私たちはやりづらいわけです。で、ただ教えていかなきゃいけないことは、ホットスポットはこういうところも危険だよ、だから人間はこういうところに近づいちゃいけないよ、風の強いね、マスクしようね、それから水たまりや機内に入る地面とか、そういうことはいかないんですけど、鳥のところとかは危ないから行かないようにするんだよっていうふうに、実際に生活の中で注意しなくていけないことを毎日のようにはではいます。ただ先生の間でそのことについて会話することがほとんどないというか、先生方は震災があったからといってそのことだけじゃないです。今まで通りにカリキュラムを進めていかなくちゃいけない、あまりにも基本的に忙しいので、もう目の前のことを片付けてくるのでいっぱいで、そういうところで情報を交換したりする時間もないし、放射線に限らず子どものことで情報を交換する時間がないぐらい忙しくやっているので、あまり触れないで終わってしまっているのが便利です。実際先生方から受ける研修会の放射線講座ってできたんですけど、大丈夫って言ってます。心配じゃないかな。先生方がそういう研修を受けてもらって、例えば心配する親御さん にどういう対応すればいいかというのも受ける。完璧なのです。質疑応答というか、自分も別に例えばプール、今回夏だからプール授業をしますときに、水の中は水に入っていれば遮蔽するのが安全です。機械でやります。とにかく安全な、それはどこに向かって安全アピールをしているのかな。例えば福島はもう安全で、子どもたちも自由に遊んで自由にプールもできるから福島から出てくことないんですよっていうことをしてるように、子どもを使ってアピールしてるようにしか思えないんです。誰にアピールしてるんでしょうね。例えば要するに福島県外から出ちゃうと税制的にも福島が逼迫する、県外に出てもらっちゃ困るので、人目のためにこんなに子どもたちが元気に復活してますみたいなことをアピールしてるようにしか、子どもを使ってアピールしてるようにしか思えない。3.11 前の福島にもう戻りましたっていうことを全国に向かったっていう正直です。世界の世界で実際、香港も同じような状況ですね。つまり原発放射能の真相を隠すあるいは歪曲させる、すでに放射能の悪い影響、子どもに対する影響、すでに教育知識となっているんですね。すでにいろんな、研究も明らかにされているけれども、それにしてもそれを不安曲として違う話を言う、本当のところを隠すとというようなやり方は日本に限らずどこでもやっています。香港でもやっています。原発事故は発生していないところにもやっています。で、実際は香港からたった2、30キロ離れた離れているところで世界5番目に入る大きな原発があります。で香港でも同じように香港の子どもに対して大丈夫ですよというふうに教えているわけですね。
ですから、各、国の政府は一生懸命に、原発の貧困の害、戦争を隠蔽しようとしていて、でそれに対抗して、我々、原発に反対する人は、一緒に戦っていきました。大丈夫です。